どうも、沖縄の関です。今日もね、ポケットモンスターウルトラサンムーン、続きをやっていこうと思います。とりあえず、リリエが行った図書館、こっちじゃないし、なんか入れないっぽいし、まあいいか、どんどん図書館わかってるから場所行っちゃおうか。ちょっと待って。前もこんなんだったっけ？アローラ。あれ？こんなんだっけ？あー、ヌシール発見。じじじむじ。こっちは？まちまち。はい。シールだけもらっていこう。はい。35枚。これどこで交換してもらえるんだろうな。ちょっとこういうあたりもシールがないかどうか。なさげ。建物のこっち側にあるかなと思ったんだけど、ないな。このおっちゃんは？うん。白い四角の上。あ、これシールじゃない。もう一回、気になる。まあいいや。リリー発見しちゃったから。オッケー。はい、リリーと合流でございます。つい、もうこの子本当にあっちこっちフラフラと。まあ、いいんだけどね。はい。はいはいはい。またびっくりして。冷え。すいません、電話でした。というわけで続きいきます。島巡りも順調そう。あれ、そうだっけ、リリエと初対面だっけ。そういえばそうだな。だいぶサンムーンと話が混ざってしまってるような気もしないでもないけれども、はい。ところで、後ろで腰に手を当ててるおっちゃんは何をしてるんだろう。はい、つうわけで買おう。あれ、乗っけてって。まあとりあえず図書館に行こう。はいはい、そいでだ。図書館の中は前とそう変わってもいないよね。ほう、探してみよう。リリーはすぐ2階に行っちゃったけど、まあ自分は、あ、ヌシール発見。まあ、とりあえず、はい、空を飛ぶ技マシンゲット。古びた写真、なんだろう。はい。あ、読める本がいろいろあるんだね。さーてと、俺、大木戸博士ここにいるんだけれども、ヌシールとの交換はしてくれないわけだ。ここでしてくれんのかなと思ったけど、違うか。はい、というわけで2階に上がってまいりました。ここでもなんかいろいろと本があるぞ。まずいきなり笑う。さ、相変わらずこの服がね、もうまるでちょっとボロボロの服みたいな感じで。あれ、そういえばアニメの方この子出て いなかったような気がするな。アニメの方にいないのかな。アニメどうなんだろう。ほう。ソルガレオ。早くソルガレオを使いたいっすよ。さーて、とりあえず、お父さんの本。こんな古い本が。まあ、そうだ。お父さんの持ち物ってことか。お父さんが書いた本ってわけじゃないんだな。だから一体何歳だよって思っちゃったのに、まあいいや。はい、10番道路からバスに乗っていく。よし。じゃあ、どんどん行こう。次の試練。10番道路からバスに乗って、ヌシルゲット。37枚目。さあ、ガンガン行くっす。こっちは、とりあえずいいや。10番道路、先行こう。さてと、はい、10番道路到着でございます。確かこのおばちゃんは、はい、いいっすよ。ぬいこぐま。はい、わかりました。まあこれは了解です。あれ、8匹もいたっけ。
まあ、とりあえず8匹。これはなんだっけ。あ、これも持ってないやつだ。よし。よし。よし。これで、あれ？ゲットはできないのか？あ、ダメだ。もう一丁。よし、ゲット。よし、よし、よし、よし。よし、これでエアンドゲット。で、まだまだだな。こいつもちゃんと育成していきたいな。なんか落ちてる。精神のはね、はい。で、ぬいこぐま、くま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 。ついてるんでしょう。くま。よし、ファイヤーマンの厚し。ファイヤーマンなのにタコ。オクタン。ああ、そうか。水を吐くからか。よし。さっ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 さ。またレベル上げー。これどうしよう。上げつける。はい。負けて沈下しました。さてと。またなんか出て。魔剣下には、確かこれは持ってるし、大丈夫です。さて、木の実、木の実、木の実。木の実、木の、よし。あ、発見。1匹目発見。はい、2匹目発見。3匹目発見。あ、これも持ってない。取れるかな？あ、やっちゃった。まあ、いいや。おあ、立つべ、進化。サンムーンの時もね、ここまで進化はさせた。この後の進化がさせてないんだよな、確か。なので、こっから先、今回はちゃんと進化させて、持っとこうと思います。さて、はい。発見。次はどこだ？ここに発見。あれ？ここまでだよな。あ、いや。よし。来たか。来たか。なんでバス停まで出帰るんだよっていうか、まあ、よくやったね。やったね、やったね。ちょっと、なんか整理したい。バス停動かすみたいなことやったことがないです。やろうと気持ち上げようと気持ち上がんなかったっていう。ただ、それやしとりやったらね、バスもちゃんと、バス停のある場所にやってくれるのかなっていう、疑問っていうのは、一番高いのは？あれか。あそこだよ。あれな。なんか、いいシーンだな。っていうか、あそこまで登るの大変そう。なんか作ってる。
ダナキラマウンテン。うん。すごいね。うん。うん。すごい夢だなっていうか、お金どっからあるんだろう。そうか。うん。すごいな。うん。はい。というわけで、今回は、ちょっとね、早いけど、こんなところで、一旦終わりにします。よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまた、バイバイ。